朝です。朝起きました。朝起きました。今日は帰り最終日なので空港に帰る日ですね。朝ごはんに買っていたパンを食べます。でカップラーメンも買ってたんですけど結局食べないで食べませんでしたね。これは今日は朝飯パンだけなんでこれ残っちゃいました。どうしよう、持って帰ろうか置いて帰るか。今日チェックアウトするので部屋を移しておきます。ここは外で2ベッドありますね。テレビも見れます。こんな感じで、トイレ、シャワーね。ホテルでした。で、アメニティ、カミソリ置いていきます。ホテル兼ねたチェックアウトします。出ます。チェックアウトします。ホテル出ます。チェックアウト終わったので送迎まで待ちます。ホテルカレッカでした。送迎、空港まで送ってもらえるまで待ちます。外に出るとプールがありますね。プールが泳げます。こんな感じです。もうチェックアウトしたのでこれから帰りですね。仕事は後ろの方に。あ、はい。あ、はい。そうです。わかりました。空調寒かったらこちらで調整できますので。あ、はい。ありがとうございます。これから空港に向かいます。着きました。
はい、ありがとうございます。空港着きました。空港のお土産屋さんですね。どんなお土産があります。前田屋は奄美空港の2階にあり、奄美特産のお菓子、焼酎、離島の名産品までを幅広く取り扱っております。佃煮ありますね。最後さんでしょうか。いろんなお土産が、すみません、西郷さん、西郷さんありますね。ちょっと次に、ヤマー奄美空港店は鶏飯の素、島味噌、醤油、味噌加工食品、黒糖焼酎、紬雑貨、奄美限定キティグッズなどを取り扱っております。こういう小物の、このこの黒うさぎっていう星のうさぎとか、何のマスコットなんでしょうか。この星のボトルで、これが塩マシュ、もずくスープもありますね。味噌ピーナッツ、ここも同じようにお土産がありますね。今ここら辺は南西商事は黒糖、黒糖菓子、黒糖焼酎、紬製品、貝製品などお土産全般を扱っております。あ、これ奄美の地図が書いてある T シャツ、これいいかもしれない。あ、オリオンビールの T シャツもありますね。2,240円と、こっちのやつは2,700円。大島からの日本航空3830便はただいま到着いたしました。ご登
で、ここにいつも食べてたジョイフルのハムですがありますね。ここでご飯食べれますね。ここでチェックインします。今からチェックインします。ここでチェックインします。チェックインしています。ポストカードがこのバスで来ました。やっと成田空港着きましたね。バスで来ました。荷物ピックアップしたので出たいと思います。成田空港出ました。今電車待ってるんですけど、電車が来ましたね。これで奄美大島旅は終わりです。乗りたいと思います。これで電車に乗ります。乗りましたね。東松戸着き
きましたね。東松戸着きました。